ドンキーコングが大ヒットした翌年任天堂はニューヨークからシアトルへ本拠地を移し同時にラツワンの弁護士を副社長に迎えたアメリカ海軍の専属弁護士だったハワード・リンカーンカ彼の最大の役割がドンキーコングの海賊版対策であった左がドンキーコング右はクレイジーコングこのゴリラはオリジナルのドンキーコング 海賊版のクレイジーコング。非常に出回ったドンキーコングの実に半分が海賊版であった。えー、同じもの同じ位置に並べていますので再生していますね。これ色が違うだけだよね。色違うだけですもんね。全、うんまあ、く同じですもんね。ほらトン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 ってなもんですな。私たちはこう考えました。違法コピーの問題を解決する一番の方法は、 一つ一つの事件すべてについて連邦地方裁判所で訴訟を起こすことである私はある時期15から20の違法コピー業者を相手に裁判を続けました約全米に25社ぐらいの弁護士を集めましてで手術探偵はまあそれの倍ぐらいですね50社ぐらい雇いましてそれで全米くまなくですねコピー商品を探して回らすわけですね。その 手術探偵にでそれで見つかったらです、ね、その弁護士があ、その州の警察とか、それから FBI を動かして、それさっ,き言ってのあ欧州に行くわけですドアを蹴破って部屋に入り、ドンキーコングの違法コピーを摘発したこともありました。 私たちはそうした経験を数多くしましたその結果任天堂は絶対に違法コピーを認めない徹底的に違法コピーを追跡する会社だという噂が立ち始めましたこうした評価を得ることはゲームソフトのビジネスにおいて非常に大切なことなのですこれカトリッジですね、うん、ソフトウェアがこの中に入ってますね、うん、これを任天堂のゲーム機に、うん、乗せてもらうにはですね、うん、こういうシステムだったんですね <laughs> まず、うん あのこのソフト会社とニンテンドの間でライセンス契約というのを結ぶんですね、うん、で結んだ後どうするかというと、うん、このソフト会社は「結んだ以上はこうしてくださいと」とこういうことなわけですねカートリッジをつまりこれをですね、うんうん、カートリッジをの製造をニンテンドに委託してくださいと私どもが引き受けますとソフト会社は自らは作れない作れないと作,れ作ってもダメと必ず宇宙を通してくださいと、はあ、それでそれでここで えー、例えばソフトウェアを作って、うん、これを半導体チップにするには、うんあのね、半導体の形にするには、うん、ここが低くてここが今度半導体会社に注文して、うん、でそしてそれを半導体にチップにして、うん、カートリッジにこの中に組み込んで、うん、この状態にして、うん、ソフト会社に戻すと。 納入するともう製品の形になって戻ってくるわけですねその場合に大事な、うん、より大事なことは、うん、ええー、一切ソフト会社あなたのところで買い取ってくださいとできたものはですから売れ残ってもうちは知りませんよってことですね、うんうん、それでそれが原価がいくらなのかはですね、うん、あのこれ任天堂の方も我々には教えてくれませんし、うん、不思議なことにソフトメーカーもですね、うん、これは実はいくららしいということすらですね、うん 教えてくれないんですよアメリカ合衆国特許任天堂はライセンス制度を守り違法コピーを防ぐ技術を開発したファミコン本体にカートリッジが差し込まれると両方にそれぞれ組み込まれたマイコンチップが互いに更新しカートリッジが任天堂製でないとゲームは決して動かないシステム全体は特許法で守られオレンジ色で示される更新内容は著作権法で守られている 日本に比べ格段に違法コピーの多いアメリカ市場向けの対応策であったこれが本体ですね、えー、で本体の中にここにロックチップというのがるんですよこれですこの大々こ,、はい、これわざと知りつけたんですかね、はい、ロックチップとあるんですねでここにあのここにもねあのプログラムが入ってるんですよ、うん、あのコンピュート4ビットのマイコンとプログラムが入ってるんですね、うん、キーチップかロックチップにですね、うん、開けごまっと叫ぶと。 そうするとあの「この回路が開くとその開けまという部分をですねこれは文字,文字なんだそうですけどね、うん、言葉なんだそうですけどその言葉をですね、うん、今度は著作権で登録してるとでこの仕組みこの仕組みね、うん、この仕組みをこの特許で、うん、あの保護してもらっていると。うん 私たちは違法コピーに対処するためには著作権法を積極的に利用することが重要だとドン・キーコングの時に学びました。しかしかそれと同時に 著作権法だだけでではとということも知ったのです。ドンキーコングの時に私たちは違法コピーを防ぐための最大限の努力をしたのですがそれでも全米で販売されたドンキーコングの少なくとも半分は違法コピーだったのです。いろんなカスタムチップを使ったりですね、えー、その中にどういうのが入ってるかわからないようにこう消したりですねそういう作業はみんなやってましたけれど。 こっちがあるそういうのを作りますとアイデアまたその上前えをきますのでかけっこになったわけです。それでそのセキュリティチップっていうパテントが発明されましてそれがかなり決定だになったと思います。しかしアメリカのゲームソフト会社の中にはセキュリティチップに守られたライセンス制度を心よく思わない会社もあった。そして。 セキュリティチップを破り勝手にカートリッジを制作販売する会社がついに現れた。当たりゲームズ社である。私たちが開発したセキュリティチップは社内のコードネームでラビットと呼ばれていました。このチップは任天堂がカートリッジとハードに埋め込んだセキュリティチップと同様の働きをするものでした。 1988年12月アタリゲームズ社はニンテンドーのライセンス制度が独占禁止法違反にあたると法廷に訴えたななぜ自由にカートリッジが作れないのかここで窮地に立ったかに思われたニンテンドーは意外にも有利な和解に持ち込むことに成功する。 アタリーゲームズ社の訴訟で私たちは彼らが汚い手を使ったことを裁判で説明することができましたアタリーゲームズ社はアメリカ合衆国著作権事務所から任天堂のセキュリティチップに書き込まれたプログラムを盗み出したのです彼らはそのプログラムを利用して我々のセキュリティチップを分析し複製したのです メリーランド州ランドオーバーにあるアメリカ合衆国著作権事務所1980年コンピュータープログラムは音楽や小説と同様に表現物として著作権が認められたそれ以来コンピュータープログラムはこうした著作権事務所に登録されその権利が守られるようになった任天堂の更新プログラムもここに登録され閲覧は禁止されていた アタリーゲームズ社がそのプログラムを盗み出さなければチップの複製ができるはずはなく不当な方法を使ったアタリーゲームズ社に訴える資格はないと任天堂は裁判で主張したそのことについては詳しいことは何も言えません法的に言ってはいけないことになっているのです私がここでお話しするのに適しているとは思いませんとにかく私が言えることは 基本的に私たちが開発したチップは任天堂が製造したセキュリティチップと全く同じ機能を持っていたということです我々の開発したセキュリティチップが入っているカートリッジならば任天堂のカートリッジ同様ゲーム機の上で動かせたのです裁判は94年3月に和解した。 当たりゲームズ社は提訴を取り下げ、見返りに再び任天堂とライセンス契約を結び、カートリッジを作ることになった。任天堂に対し、完全に屈服したのだった。シェアを圧倒的なシェアを取るということが、何も違反ではない。うん、つまり、その形の上ではね。例えば、一極集中になったとしても、それはなんだ、それに違反してるもんじゃない。うん、ああ、そういうのが不満な方はですね。うん、コンピューターの業界に行って、うん、コンピューターソフトを作ればいいわけですし。うんうん えー、任天堂の方で、えー、やりたいという方は任天堂のやり方でやっていただいたらいいわけです、うん、もちろん任天堂一極集中ですよ任天堂圧倒的シェアの元に任天堂一極集中ですよそれを独占禁止法違反というたってですねこれは当たりません一般論から言えば私は任天堂のセキュリティチップのシステムを認めたわけではありません理性的に考えて ゲームソフトの市場にはオープンなシステムが適していると信じているからです長い目で見てオープンなシステムの方がクリエイターたちの創造性が発揮されそれが製品の質に反映されると思うからですそれに製品の良し悪しを決めるのは企業ではありません消費者です 元はその例の当たりショックをあそこにそうなっちゃいかんと,いかんとソフトビジネスはもうああなったらおしまいだとところが一旦考えてこういう方法ができてしまうとですねさっき申し上げましたと任天堂システムはますます強固になるわけですなほい、うん、で山内さんは「何これが当たり前なんだ」と、うん、こういうふうにあのおっしゃってるわけですね。で,すねはい、でもねその山内さんがやっぱしじゃあ,、うんあの インベーダーダゲームの時にね、うん、イ,ンブインベーダーゲームが大流行して、はいうん、それを追っかけてる時代任天堂が何とおっしゃってたか。遊び方にパテントはないわけです。従ってですねアミューズメント業界のです、ね、発展のためにはですねむしろですね相互にそういうソフトをねもう公開してその秘密とか何だとかいう考え方を捨ててねそしてお互いにお互いの,その開発したですね、そういう 優れたものをその交流していくとそういうことがノズマシンであるわけですね